3、2、1、終わります。はい、どうもこんにちは。どうもじゃん。じゃあ酔っ払ってる時まだいけるって大体思う。俺はもっと飲みたくなるタイプですから、ね、俺もそう。どうしたらいいかと。いや俺はもう九州男児やから無理する場合ジャスティンとジャスティンが酔っ払うと顔真っ赤になって俺がヒサロ行ってるって大体聞く。やる気ゲーム。久々にやってまいりました。また酔ってる。ホッスルのラジオ TV 改めフリートーク。じゃあフリートークいいや。じゃあアンケートこの前取ったんですけど、ちょっと結果発表しますね、はい、皆様に。ツイッターの方で、はい、僕が勝手にアンケートを取らせていただいて。あ、取ってたね。はい、なんですかね、ラジオ TV やるか悩んで、ラジオやるくらいならフリートークやればよくないって感じなので、アンケート出してくださいと。投票が2441票。すごい。早くやれよ。21%。どっちでもいい。12%。お、少ないね。トワ君大好き。24%。お、結構あるよ。フリートークの動画で43%。お、いいよ。俺思ってたよ。で、ラジオよりトワの方が好きのが多かった。最近企画に俺らさ、流されてた。俺らホストだし、フリートークでも面白い動画撮れるでしょ。当たり前じゃないか。ということで、最近俺さ、急に来た。聞いてよ。リックにもすごい言われてたんだけど、大輝元気なくない？でね、なんかリックに言われてる時は、リック心配してくれるから。俺のもちろんもちろん別にリックンは心配してくれるけど、別にお前はあれ。いや俺いつも言うよね、大丈夫かって。そう、なんか別に気にしてなかったんだけど、YouTube のコメント欄見て、なんかお前博多弁講座の時なんかはぶられてるみたいな。お前なんかさ、そんな感じやった。ごめんね。いや違うよ。なんか多分なんでだろうね。表でもみんなにコメント見て、なんか大輝くん元気ない、大輝くんなんか辛そうとか見てて、それ見てから動画見ると、確かに俺なんか元気ない。俺らのせいやったってことやろ。さあごめんな。じゃあみたいな感じになってたのがすごい、なんでだろうと思って。でもちょっと考えて、まあ、正直に言うと最近ちょっとまあ体調が優れなくて。まあまあね、それ言ってもしょうがないですね。でお腹も痛くて、この間のさ、あれ博多弁講座の、博多弁講座とエッチに行ってみたいな、エッチな言葉の動画の時もお腹痛くて一回出たんだけど、本当に体調悪くて。なんか俺もね、元気ないってそれ書かれてたけど、うん、俺話が面白くなかったから。だよ、普通に喋んなかっただけ。俺らはってか、俺は楽しかった。楽しい。じゃあだから最近企画に頼りすぎてて。なるほどね。面白くない動画撮ってたよ。だから結局は俺らのせいで病んでたよ。だから違う。いや、すぐやばい。じゃなくて、俺は多分面白くないって思いながら撮ってたから、面白くなさそうな顔しちゃってしまった。だから俺今日はフリートークでしっかりと言いたいことを言う。だから元気だから安心。心配されてたね。大丈夫。それは全体的に。もう一つあるよ。あ、もう一つ。いやいや、聞いたことある。なんか聞いたことあるよ。最近ジャスティンが好感度上げようとしてる問題か。ああ、いや、それ一回話そうか。じゃあそっから話していこうか。どう思います？まず1個目、僕はコメントとかリプとかめっちゃ見るんで。汚ねえよな。そうね、画面も汚い。すごい。じゃあね、汚ねえ。まずちょっと言わせてもらうけど、なんか30歳になってまでピアスつけんって言っとるらしいね。それあれやろ、ライフのやつ。いや俺知らないもん、見てないし。なんか蓋を開けてみると、30歳になってたらピアスなんかつけんや。なんか俺らのことは全然知ってない。お前何つけとんの？これはイヤリング。イヤリングだ。何つけとんの？イヤリングだ。だけど俺が喋ろうとして喋らせんくだりが、みんなそれを言うんでしょ。俺が喋る、喋らない。じゃあ聞くわ。聞かせてもらう。これは原宿行った時に、コーディネートでこれをつけてほしいなと思って。動画の時そう。でそれをつけないなるから、もったいないです。いやいや、後輩にあげたり。いや気に入って。いやで、あげたよ。それあげた。あの時買ったやつか。え、面白いやつか。それを言いますよ俺。だからなんかさ、自分で言ったこともあげないでほしいね。そうやってで買ったから、もったいないからとりあえずつけてるよ。つけてるし、多分一回もぐらいしかつけないと。でもさ、歯に関してもなんか俺の歯がね、サブちゃんもう公開してると思う。このタイミングで俺はもうそれが無理だみたいな言ってるくせに、今日もしっかり怖いです。そういう歯じゃなくて。いや
いや、なんか、なんか気にしてない、人を落として自分を上げるみたいな。どこ落としたの？俺らはもう悪かった、それは俺らはもう悪かった、俺らがそういうことをやってたから、それは謝る。ちょっと世間は許してくれないですよ。めちゃくちゃ今日謝るな。しかも両手でなんかその、刃がないって言われてたんですけど、あります。だから白くなって多分見えんくなったかも。あー、なるほどね。あります、まあ、あるかもね。あるね。で、なんかそのね、人をね、例えばね、俺、ホンネイル記念誌お前出せえなんて言ったらするやん。それ何日か服着てたらどう思う？で、もう一回言って。この服、こんな服の色俺着ねえよって言ったらするねえよ。その何日か後に着てたらどう思う？そうです。え、着らんって言ったのに、なんで人をとって聞く？そうです、じゃあ今聞くよ。そう、そしたら、いや最近こう流行ったらしいから、ちょっと新しく着てみようかなって思ってるやったら、おお。あーってなんで、そのピアスは何がこのピアスは。だから俺らが言いたいのは、余ってるからもったいないよ。なんか貧乏性やから、これは無料やからつけてるだけやし、そのみんなね、逆にまあ逆にみんなも勘違いしてるから。俺ら別に貧民とか思ってないけど、面白いから貧民って言うやん。そしたらなんか、ジャスは貧民じゃないと思う。いや、なんかね、あのさ、俺ぶっちゃけていい、ジャスがかわいそうみたいな。いや俺さ、ぶっちゃけ来るんよ。いや俺さ、インスタとかツイッターとかさ、私も来ます。あのね、俺 DM、 ジャスティンがなんか YouTube 出したとかにさ、ジャスティンはそんなこと思ってないですよ。俺らも、俺正直に言うけど、俺ジャスティンの気持ちリスナーのみんなよりも分かってるから。いや、それ分かってるから今3人でやってるんだよ。そう、冗談が全部本気になるから。まあそれは今の時代もそうじゃない？なんかその最近仲悪いのみたいなの来てたもんね、俺ら。あ、そんなもん。てかさ、俺のにも来てたよ。いや、だけど多分それは元気ない。 YouTuber ってそういう傾向があるけんじゃないの？いや、俺らマジないよ、それ。まあない。ちょっと撮影が多くて、なんかね、毎日投稿してたのに撮らなくなりました、仲悪くなったんですか。動画を見たら大輝くん元気なかったし、俺もって書いてた。俺もあなたから見たら俺が2人にいじめられてるみたいな。そう個人個人ですよ。その日の疲れあるから、リスナーの層が強すぎてみんなフォローしてくるから、ほんとみんな心配してるって言ってるところで、知ってる。俺ペティとか後輩とか写真載せるやん、全然あのリクのがいいよってめちゃくちゃ来るかみたいな。病んでないのに。いや、でもありがとうございます、嬉しいです。そう思ってるから、そういう人間でも。いや、まあだけどさ、なんか俺のなんか一人なんか暴露動画みたいなの期待してるんかな。じゃあ、いじめられてるみたいな。はっきり言いますか、いじめるならもっとできる。いや、やし、いじめられてるのは俺出てないし、まず。え、出てないいじめてるよ。いや、なんで出るで、俺一人でやって暴露する。だから、なんか俺らが動画撮って、なんかたまにインスタで一人でやってるやん。で、その一人も省かれてみたいになってるっぽくて。え、なってるよね。マジ？いや、マジいやだとしたら、いや高い位置やだとしたらさ、たまに2人来るやん、その時のテンションがみんなの上がりようは何なのってなるやん。あ、まあ確かにみんな、うわ、リック来た大ちゃん見てるみたいな。まあ言うて、そのみんなが言ってるわけじゃなくて、そういうコメントが最近ちょっと増えたなみたいな。だからそれって最近のこのホッシルの今、10万人近くのリスナーのみんなが多分ね、個人個人にこうリスナーがついてくれてるよ。ジャスティンのリスナー、大輝のリスナー、だからみんな援護してくれるよね。そう、だって俺あのびっくりしたんだけど、この間なんかあの花粉症を最近ほんとひどくて、あのストーリーにあげたんですよ。あげてたね。そうで、目がかゆいで、鼻水すごい出るから薬飲もうと思うってストーリーにあげたら、あの薬剤師何人おる。うわー、すごいな。いや、薬の名前がすごいこう。でもあれはあの欲しがってるよね、なんかそういう風にしてよみたいな感じのストーリーが。違うよ。なんかその大輝たまにはね、背景があのね、なんかあれはモヤモヤの時やろ。はい、ね、モヤモヤの時のあのあれはそんなことないよって言ってほしい振りにしか見えないから。え、まあ、いや、まあ、正直に言う。じゃあしかも言っていいの、たまに消すよね、それ見てるから、見てるから余計意味になるやん。この前のことだけど、それを踏まえた上で多分みんな心配してくれてるんだ。そうそうそう、まあ、正直に言うけど、俺はあの D
DM とか返さんし、反応しないんだけど、あの、そういうことすると結構来るよね。来るよね、優しさの DM が。それで、それ、当て締めた。ごめん。いや、それはいい。でもそれでもう分かった上で、みんな優しいな。人はみんな優しい。あのね、一生返信しないのに結構みんな送ってくれるよ。大丈夫だよ、大丈夫。ゲームの話の流れやっていい？ちょっと。いいよ、いいよ。あの、これ結構おもろいな。その援護の話でね、ゆきとくんそんなことないよみたいな、ゆきとくんがこういうみたいな、そう、言ってくれるよ。ありがとうと思って、俺、いいねとか押すんやけどさ、こうしとってさ、俺いつもいるからさ、こう、大輝がこう携帯とか見てパッと見るやん、大輝くんかっこいいよって、俺、見たことあるやつするそういう時は、あの、俺でもグッと来られるそれは知らん。同じ人がここら辺に、俺はあのアイコンとか覚えてるからさ、俺結構そういう記憶力あるけどね。なんか最近なんかあのわざわざ袋に変えた人とかもう全部覚えてるんよ。でそこまで見るやん、すごいね。みたいになるね。なんていうかその、まあでもホスチルとして愛してくれてる、もちろんもちろんそうやけど、それは逆に言えば俺、あれやめろ。いやでもいいことやから、それは発泡美人ってなるの。いやそれはまたいいことや、ホスチルとして俺らを大事にしてくれてるんですよ。分からん、そのよくほら独占欲強いんでね、僕はね。DM、まあまあまあそれに近いものもあるけど、この場ではね、面白いの来たよ。何で面白い LINE が来たよ。おぉ、まあ LINE はあの求人とかでね、いろいろあるから。そう、求人とかで基本求人。まあそうね、そりゃそうです。そしたら、家賃の3分の1を払うんで済まさせてください。半分にして、クローゼットぐらいの広さでいいんです。せめて半分にその面積だけください。なんで、せめて、なんでって聞かなかったやん。かっこ家事もしますって言ったらドラえもんやん。ドラえもん、さすがに会ったこともないし。さすがに聞いたやろ、ドラえもんですか。いや違うわ、もう普通にドラえもんだから。そんな広い家じゃないんでごめんなさい。優しい、ちゃんと返す。いや返すやろ。俺も来たよ、それはこの前。20万ください。いやいや、すごいな。ちょっとその話はおもろいよ。何なんそれ。いいのかな。いや、20万くださいって来て、この話めちゃくちゃおもろい。だそういうのあるはあるんよ、そういうのがよくある。結構あるよ。貸してはあってくださいやったから。あのね、これあの、ないよ、これボケって思って。だジャスティン、あれだよね、焼肉おごってとか結構来る。頻繁に来る。もうこれ言った時点で面白おかしくまた送ろうみたいな。ちょっと返しちゃったよ。どうやって落とすのみたいな。ボケと思ってね。そしたら、振り込みでお願いします。いやいや、面白いな。そしたら、じゃあ身分証とかないと。そしたら、送られてきて免許証。なんか悪い気持ちになるよね。送ってきたね、免許証。本当にあのね、すごいよな。あのね、貸してもおかしい。まあまあね、くださいって何？20万くださいって。たぶん高須院長でもあげないよな。あのね、あげない。あ、でも本当に困っててるみたいな感じやとは思うんやけど、その俺ね、いくらあっても他人がそのことしてたら。そうやな、一回しだすなんてさ、マザーテレサ超えるよな。ジャス大輝ぐらいやない。なんか分からんけど、なんか本当やばいのあげるよぐらいはさ、それぐらい身内やからね。うん、来るよね。だけど世の中いろいろ変わってる人っていうかさ、まあ多分 YouTuber じゃん、うん、まあでもホストじゃん、うん、このあのリスナーのみんなもね、多分ね、境目がよくわからんの。確かにな。そうね、ホストとして見ていいのか、YouTuber としてどっちとして見てもいいと思う。そう、どっちとしてもいいんだけど、俺らはこういろんな YouTuber として来る DM とホストとして来る DM がすごい面白いよね。面白い、もう内容はね。でもね、そうやってコメントしてくれるから、あ、こういう風に思われてるんだ、こういう風に変えそうって、こういう風に変えていこうと思うよね。うん、疲れてるのとか来るから、いや眠いだけですって。ああ、そう、今日朝11時が起きてます、何やりさんみたいな感じで返せるから。間違いない、ね、だから優しい、基本的にみんな優しいけど、 その俺はその自分に優しいプラス他の人がさ、大丈夫な大丈夫なみたいになってるから、ね、心配な、俺も大丈夫なのかなと思ってるから。そうだからね、悪気はないんだよっていうね。もう一つタイトル問題、これで。タイトル問題、うん、あのね、初めて見た人ってさ、まあ、いつも見てくれてる人って、うんうん、営業終わり撮ってるの分かってるやん。あ、そっか、酔っ払って。でも初めて見る動画の人ってさ、タイトル普通に
YouTuber と一緒だしさ、筋体重普通の YouTuber で、そうそうそう見るからベロベロ、俺らがベロベロなのか分からんって、まずそれ知らんからさ、俺が例えばさ、こう死んでる時あるじゃん。あ、ね、まあ最近の動画もあるけど、睡魔の時、そう、の時さ、態度悪かったりね、機嫌悪いのとかさ、だからか、いや、よく来るよ、右の人、DV すごいみたいな、来るよ、ね、違うの、それね、それの伝え方がむずいよね。俺らって普通の YouTuber と違って、いつも体調一緒なんじゃなくて、その日飲んだ量で体調変わってくるから、今、朝11時から起きてベロベロなんで、今、で、その日によって寄ってる率が違うから、普通の YouTuber と違って全動画を見て平均的な俺らの気持ちを見ないと分かんないじゃん。そうね、それをね、汲み取ってほしい。だから俺は最初のあのタイトルに全部鍵括弧で酔っ払いって入れたい。でもさ、それやっちゃうともう酔っ払いの YouTuber みたいになっちゃうからできない。まあまあまあ、良い YouTuber ね。いや、そう、良い YouTuber になっちゃうから、うまいな。マジかありか。お前今日髪サラサラやな。え？流行る。それだけでじゃなくて、それだけで褒め合っていこう。ああ。一回褒め合っていこう。お互いをね。お前のこのデザインの。いいじゃん。お前。黒に黄色の差し色は一番いいからいいよ。そうですか。嬉しい。髪型いいよね。いやいや、雑なホストやろ。もっと上手い褒め方あるよ。上手かった、上手かった、マジで上手かった。何だよ、ポキッてちゃうって言われるから、見えるところでやったら言われるから。でもさ、もう一つ、あ、まだ言いたいことは、結果、いじめられてると自覚はあるの？確かに。いやいや、ないです。いや、で、それもなんか言わされてるみたいなね、年上なのに。ないです、いじめられて僕はないですし、僕が一番年上なんで、このバカ二人みたいなのをしっかりサポートするためにそういうふうにやってるだけやから。どうかな、どうかな。逆にいじめられてる動画やったら一番問題になるやん。まあまあまあですね。で、何もう一個話したいの。薄いちょっと早っ、かわいいな、やばい、音がかわいい。心配が褒め合う。いや、違う、今のは心配する。せっかくなツッコミよかったよ。僕たちのこの汁を見るにあたってね、一番大事なのってやっぱり関係性だと思う。俺はね、まあね、ド S、ド S、 一回自己紹介して、ド S、キチガイ、金持ち、ド S、キチガイ、金持ち、ド M、ド M、入れ墨、入れ墨、貧乏、ちょっとド M、入れ墨、入れ墨、まあ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、まあ、なんか優しいやつで、俺破天荒、今言おうとした、破天荒、イケメン、ちょっと待って、何個おかしい、聞いてあげろよ、最後、破天荒、イケメン、優しいだよな。じゃあ、あれ、よだれ出たわ。この関係性をね、みんな理解してほしい、ホッシルとして。から元気、デブ、やみやすい。あれ、あって、褒められた、嬉しい。あってます。まだそういうふうに色々関係性ができてるから、こんだけいっぱい動画撮って今もやり続けてるよってことやろ。ギリギリで水面下でできてる。でもさ、もう2年そう、7月でさ、2年なんだけどさ、2年経っててさ、最近仲悪そうって思われるの面白いよね。だって、まあいいんだ、みんな初めての人はあれなんですけど、こっちに関しては10、そうだよね、17、18年の近くで、いやいや、またやばいやばい、言われるとまた言われるから、またね、でこっちはもう4年の付き合いなの、うん、だからもう付き合い長いから、まず、うん、ね、アナルだって何回も見たことあるし、まあそれはあるな。唐突な下ネタ急に。いや、下ネタ好きってコメントあったから多分それ生かしていこうと思う。てか10万人の企画どうする。あ、確かに、どうしよう。10万人の企画どうする。ここに出てる今、いい企画とか撮ってもいいし、物をあげてもいいし、むずい。考えたらキリがないんよね、なんかさ、俺、スカイピースさんの、チャンネルを久しぶりに見たんですけど、ミスタードーナツで1万円使ってみたっていうタイトルで、1000万回って言ったんですよ、再生回数。あのね、これって多分先駆者だったよ、1万円使ってみた企画。1000万回だけで1000万回超えてて、やっぱ一番最初に見るとしたら、ミスター1万どれくらいってなるもんね。確かに今はさ、見られてるから、そういうので、例えばリスナーさんのその10万人企画でも、まあプレゼントありきたりね、まあそうだよね。で、なんかオフ会ありきたりじゃん。まあな、だからもう
オフパコ10万人ってやった。ああ、それ行こうか。いや、違う違う、ホストっぽくない？いや、ちょっと、でも軽かったし、返事が。あんな声質聞いたことないよ。何人それは？とか10万人。だけど10万…限定？10万人限定？だから簡単じゃ33,330。それはプレゼントの…33,333。それプレゼントの、だから…いや、だから…当選者発表しないかんけん。そのしたい人と名前を書いてもらわないと。何が食いついたの？おかしいやん。AV でもねえよ。そのガチでさ、ちょっと新しい、そのまあありがとうございますもあるしさ、俺的にはね、例えばそのプロモーションビデオとか撮ってもいいと思うね。10万人用の、ああ、ちょっと時間かけて映像、うちの、事務所じゃねえわ、マネージャーたちがプロの撮影してるから、そのドローンとか使ってもいいし、そういう10万人の PV みたいなのも作ってもいい。10万人達成 PV、そうなんかガチめのやつをね、とか、そういうのもいいかなって。でもそれは、あの、1000万回でさっき言ったやん、今までのリスナーさんの10万人に感謝する動画を作りたいなっていう、どっちかというと、俺は見てない層じゃなくて、そう、見てない層を欲しがるやつじゃなくて、10万人にしか分からないような動画を作れたらいいなと思うけどね。あと2ヶ月ぐらいどうせあるから、10万人まで。まあ、でも、何がいいんやろね。まずセブ島行かんって考えそれはゴールデンウィーク行かんから行かん。そんなないやん、ゴールデンウィーク。まあでもそういうのもありはありよね。まあ確かに。じゃあまた会ってくるよ、セブ島。そうね、なんかあるとかじゃなんかむずいや、なんかね、最近本当にホスト YouTuber もそうだし、あの、ありきたりすぎてプレゼント企画とか、なんか、ね、俺あ当たり前のことをしたくないもん、あんまり思わないし、しかも思わないじゃん。あげる側も飽きてるもんね。そうだから、例えばだけどプレゼント企画で言ったらさ、うん、当たる人めっちゃ少ないやん、うん、だからもう逆に全員当たっちゃうよみたいな。どうやって渡すの？いや、渡すとかじゃない、うん、例えばその10万人企画動画撮りますで、コメントしてくれて、コメント、まあ例えば何かとか、その証拠があったら、その証拠に対して全員に何かをする。どうやって？まあ簡単に言ったら、コメントに何々さんって書いてあったら、何々さんありがとうって言いながら、そのコメントの数、何か米くん3人コメントだけに、むずいわ。コミットしてる。これはすごくむずいわ。コメントだけにかぶってね、全然。あー、でも難しい。あー、難しい。これもうマジ今のうち考えたかったらやばいよ。本当に4月の俺の計算は4月の半ば20日ぐらいに行くと思う。ああそんぐらいでしょうね。計算、まあ多分今の感じでいけば。でもさ、今ホスト YouTuber、 まあ見てない人もいると思うけどさ、すごい増えてきたじゃん。増えてきたね。あの、ちょっとこう頭を抜きたい、まあ、ちょっと違うよ俺たち、抜きに、俺たち本当に YouTube も頑張ってるよ。一つ頭抜きんでたい、抜きんでたい。お前が抜いた動画も30万回超えてたしな。言うなって、抜いてない設定だって。いや別にどっちでもいいやろ。どっちでもいいやろ、もう違う。でも本当にさ、抜きんでたいから、その普通のホストと YouTube してるから、やっぱ普通の YouTuber とも普通のホストと。え、何これはさ、コメントで募集すんの？募集、もし何かいいのがあれば、まあ、正直言うとあんまアイディア浮かばないからコメント欄。あの、できればね。そう、できればなんかそんなガチじゃないけど、できれば欲しいなってこと。まあ、皆さんに欲しいのは、まあ、ホスト、YouTuber、これを掛け合わせたミックスルール、ミックスルールのみんながしてほしいことを、はい、ホストイコール金、女、酒みたいな。そうだね。まあ、でも、あの、プラス実現可能なものね。そうね。まあ、お金の予算はまあ、大体100万ぐらいで、1000万ぐらいで、まあ、100万だったら別にいいかな。だから10、10、10、80。なんで不合だから。急に不合になったのね、この短時間で。いや、あの、貧民って読むのは人としてどうかしてると思う。いや、今遅かったっすけど、どういう考えやった？なんかね、貧民って言ってる俺をそういうのやめなよじゃなくて、ジャスかわいそうじゃなくて多かった。いや、逆や。なんかその、俺をディスるっていうよりかは、
本当に出すの大丈夫だよ。だいたいその人たちも俺が貧民か富豪か、うん、まあ、なんか言うて100万ぐらいは給料ありますからね。いやいや、てか他の YouTuber 知ってる？何ですか？多分圧倒的に YouTuber の人と絡むようになったじゃないですか。まあまあ、まあ、ちょっとずつね。あのね、圧倒的に個人的なリスナーが多い。あ、俺らはね、確かに本当に優しい。あのね、優しい。いや、本当いつもありがとうな。一番売りに行ったらいいよ。あげに行った。いや、別にあげていいやろ。そう、あげてそこに別に不信感はない。だってみんな見てる人は俺だ。あー、ごめん、もういきなり話しとこわ。出ないんじゃない。この前さ、原宿で買ってきてもらった服、俺らの元々の服のと、うん、お前が買ってきた服で、お前が買ってきた服がいいねが少なかったら殺すぞぐらいの場に言うんだよ。で、その代わり、うん、お前が買ってきた服が多かったら、うん、俺は3万円のグラサンを買ってあげるって言ったよね。あ、動画でね。一回確認するわ、いいねの数。そうだね、それ確認しよう。多分、まあ、5000対100ぐらいだと思うよね。え、どっちが。まあまあ、うん、元々の方がいいんじゃないか。そらそら5000ぐらいはあるかは思います。前の方がいいと思う人、はい、これからいきましょう、はい、ちょっと見る人少なかったかな。714勝った。うん、勝った。おお、いいな、勝った。で、今回の方がいいと思う人、2016。あれ、よし、あれ、俺負けやん。倍以上。じゃあやっぱ俺らセンスないやん。いやいや、すごいの切り替え早っ。いや、だってそこはさ、いや、そんな言ってもみたいな。そう、何何何、おっぱい出た、下ネタで逃げるみたいな。なんかもう慣れてきたね。好きなようにやってください。まあ、優しい、優しい。メロは来たんですよ。ないやん、だからもう、なんかそういうのを、あ、慣れてきたかな。バルタン精神。もうね、その、まあ、僕も言ったことはね、意外だね。あげないんで、まあ、3万円の。お、いや、お前も何言ってんの。1万5000円出してってことね。そう、で3万円。びっくりした、なんか3万円ずつ出して同じサングラスを2個買うから。いやいや、そういうことしそうやん。だから、ちゃんと3万円のグラサン買っときます。いや、別にいらん、いらんし。いらんか、分かった、じゃあ次行こうか。はいや、いやいやいや、はいや、言ったことはね、大工ね。うん、ってことで、なんかないの、欲しいグラサンないの。欲しいグラサンっていう、欲しいグラサンは特にないないけどね。なんか、いや本当に意味わかんないよ。ま、真夏の、うん、暖かいところで似合うサングラスとかみたいな。これだけ言うと、スポーティーはやめて。スポーティー似合うのがいいってこと？真夏に。いや、でもだって似合うか似合わんかわ、うん、かります。センス、わかる。あると？あります。本当？そっか。そもそもないでなっちゃう。だから今回のそのコーディネートで、あ、でも、いいコメントもありましたよ。何？今の、似合ってるけど、ホストでやってるんだから、どうせやったら高い服着てほしいなって。うん、それはもう分かる。そうそう、だから俺はそれに5000いいねつけた。いやいや、俺8000いいねつけた。どんな権力者なの。それつけるってことで、まあ、そう、そこの話はここで一旦終了。一旦いかいかってことで、10万人どうする。ということで、10万人企画の締めようとしてる。企画いい案があれば、いやいやいや、コメント欄に、お願いいたします。それ僕たちね、しっかり見て吟味させていただくので、うん、よろしくお願いします。はい、ということで今日はね、いいフリートークだったなということで。なんか、あ、じゃあ、なんか終わらせるでしょ。え、締めたいんよ。なんで終わらせるでしょ。だってもう今すごいな。なんかあります、喋りたいこと。ちょっと抑えて。いや、なんかあるよ、久々のフリートーク。まあ、確かに。まあ、俺は結構あるっちゃう。あ、じゃ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 あ、あるやん、さ、聞くね、聞くと。あるってじゃない。聞く耳、まず、持たず。持たずってもう言っちゃった。見ざる。聞かざる。言わざる。じゃあ、言えよ、早く。話す、なんで。いや、特にないやけど。は今、あると思ったんやけど。たまにはボケてみました。くらえ。まあ、結局何が言いたいかというと、僕たちは、仲はいいですし、疲れてるだけ。じゃあ本当心配した。ね、好きでやってるから YouTube は。心配しないでもまたおかしいけど。ちなみにね、めちゃくちゃ疲れてる時は撮ってない。そうそうそう。ね、それが最近の毎日投稿できて上がったのは。あ、それ謝ろ。そのいや、他の今日も昼から撮影したりとか、明日も昼から打ち合わせがあるんですけど、まあそういうのがあってちょっと体力的に無理で撮ってなかっただけで。投稿頻度落ちてる分、はい、休めてるから大丈夫です。ね。
でも毎日投稿は最近できなくて、せーの、すいませんでした。詐欺みたい。お前もだよ。せーの、すいませんでしたね。だからただ今日は眠いけど撮らないとやべえっていうことで撮ってますね。じゃあ、あとなんかあったじゃあ一番最後にじゃんけん二人負けが中止しようか。どうしたの。でもそういうのなかったわ最近。初心忘れ。いや俺らは別に初心忘れ。じゃあいいやん。でもできるけど一応じゃんけんして、なんでそれに俺を入れるの。はい、出た。また、はい、またそれで仲悪いってなれば、はい、はい、いやいや仲いいと思ってくれ。中が仲いいは違うやん。はい、はい、しか言ってないずっと。こんばんは。何言ってるの。なしよ。負け二人でしょ。いや最初はグーじゃんけんほい。はい、これしょ。ちょっとちゃんと映るようにしてよ。はい、こうでほい。うわ、最悪マジ。うわ、マジ嫌なんやけど。まあ、幼馴染嫌だ。いや、でもあるし、やっぱり本当に嫌だ。なんかさ、なんで恥ずいやろ。ちょっと待って。いや、ちょっと口がね、乾燥してたから大丈夫、なんかこの間、歯しぶくした。俺は余裕なのに、こいつが嫌がるの、ね、あ、いや、嫌っていうか結局、それをさ、メンバーのことを大事に。どこに需要あるそれ。いや、仲良くてよかったなって。みんなが別に肩組んで、うーんってしてる。だから、俺は肩思いやったってことがいい。あー、肩だけに。うまいじゃん。え、何ありがとう。いや、それはだってちゃんとしないと。じゃ一回ダイエットやってみて、まず。なんでじゃあもう全員とするみたいな。待ち構えんだよ。デートしてね。一回だけ。いつまで待つ。しないから。じゃあ最後これ締めよ。しかもなんで待つ側で俺が行く側なの。俺嫌。それが嫌だ。テレ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 じゃないですよ。テレとかじゃないやろ。待ってたから。テレんだよ。テレじゃないやろこれは。だからツンってすんなよ。しかも二人目開いてないから何してるかお互い分かってないから照れんな。全然ボケんやん。来いよ来いよっておかしい。一回じゃ目や。じゃあどっち選ぶの。じゃあどっち選ぶの。じゃあどっち選ぶの。いやどっちも何やそれ。どっち選ぶの。そのさ中ぐらいでなんか嫌がられたって。いや中ぐらいやけどさ。いや俺らの仲やんな。いや男の子どうもいつもどうだ。いや、久々やったよ。他の男が多い。あ、そっか。久々やった。誰でお前、スノボーでもなんか。いや、びっくりしたの、マジ。眠気めっちゃ覚めてるね。スノボーでもなんかさ、言ってたよね。デートみたいだね、みたいなの言ってたよ。びっくりしたの。僕目つぶってみ。いや、もういいや。びっくりしたの。目つぶって、これか。ちょっと分かってない状況ってことやろ。眠くなったよね。目つぶってたら。びっくりしたの。何が起きたか一瞬わからなかった。まあまあまあいいや。まあということでまあいやだから、はい、なんで締めようとしとどうしたいと思うか。この顔かわいい。どこがいいの。いいかな。いいだろ。じゃんけん負けてそれはない。男らしくなった。こっち二人がよかった。ここ九州男児。こうしてこうしてる。大輝はちょうど真ん中くらい。ちょビンタする。今の今のグレーナーはビンタしてない。してない。じゃあ大体もう白い家。なんで俺からするの。じゃあこれで仲直りはおかしいから。そうこれで締めよ。これで締める。これで締まりますよ。いきますよ。いくよ。3、2、1締まります。うわ。チェンゲン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 。いやチェンゲンじゃん。あいつ無駄に柔らかい。いやいや無駄で柔らかい。めちゃくちゃ濡れてたじゃん。お前がさっきさいろいろするからマジお前本当。いやでもこれでね。みんな嫌がらんでいい。証明できたね。何の証明。なんでそんな嫌がるの。いや嫌で別にしたくもないからよ。だからその嫌がるせいでまた俺らが不仲説みたいな。おじくん。いやいや世間。おじくん。本名。いやなんで本名ね。本名。おじくん。何しかもくんつけ。世間一般的な30歳の人たちはチューするか。世間一般的な。俺らは世間一般的じゃないからこういうことやってる。30歳の人はこんな毎日酒飲みません。し、YouTube もやってません。その観点で話すよ。だから世間一般的で俺らをまとめないでほしい。世間一般的じゃないから、まず。いや、まあまあそれはまあいい。それ何不幸としてんねん。そうさ、潔癖症で友達の中嫌がるのはやめよ。それは本当に俺をこうすんな。本当に一人は外国人やん。言えてない。フェフ姉さんみたいになっちゃった。言えてないよ。もうフェフ姉さん。キリキリ前。言えないやつ。
まあよかったよでもね。いやなんかそのガチじゃないよこの話も別に。なんかそのいじめられてるとするやん。例えばでやからこれでいや逆に俺が気づいてなくていじめと思っててもでーないよ。でだからたまにはなんかオラオラして俺らね。お前らがいやしてるやん。えいやオラオラして突っ込んでるし。いやなんか逆に俺こんな態度悪いのによく好きな人いるなと思う。でもかっこいいな。ほんいやマジで。いやこういうことなんだよな。今日かっこよくないか。髪と歯知らんよ。そのピアス似合ってるよな無駄に。めちゃくちゃだけど小声で言わんでいいやん。いやもう別に似合ってる系全部小声で言うよ。まあ何大きい声の時はディス。多分髪そっちの方がいいぞ貴様。いやいいって今躊躇して貴様お前あれか、元気ねって言われたから無理にしてめちゃくちゃ今日頑張ったね